さまこんにちは。死んだ晩鐘チョココラボ今やってますね。僕もね、一生懸命魔法石を貯めまして、せっかくなんで2回引こうかなと。10個貯めたんで2回引けると思って2回ちょっといいキャラクターにね、かけたいと思います。それでは参ります。いけるかな。めっちゃ強いね、キャラクターがね、僕欲しいんですよ。この間のドラゴンボールのガチャの時には結構いいキャラクター当たりましたからね。僕ちょっと運強い方なんで、かけたいと思います。いきます。おー、かわいいねこれ。死んだ晩鐘チョコって書いてあって、ウェハースのなんかね、ガチャのやつになってますね。いいじゃないですかこれ。いきます。ああ、でもこれ結構いいキャラクターじゃないですかこれ。しかもさっきガチャ引いた時に一緒になんかチョコ食ってましたよ。さすが死んだね、晩鐘チョココラボですよ。あ、でもこれって結構なんかいいやつじゃないの。死んだ太陽神アポロ、敵全体に攻撃力50倍かける火属性の攻撃、一旦闇火と水属性の攻撃で2倍。おお、結構なんか見たことあるんだよねこれ。なんか結構有名なキャラクターなのかもしれないですね。はい、あと1回でラストです。いきます。これでね、金こい、頼む。なんだよ、貝。金欲しかったですね。金が来て欲しかったですよ。悪魔神タイプ、なるほどね。まあ頑張って育ててみようかなと思います。でも結構いいかもしんないね。今回2回しか引けなかったですけど、何だったかな、そうだ、もう少ししたら青春なんとかみたいな、今コラボやってるじゃないですか。なんだかな、新学期コラボ、それのガチャも始まるみたいなんで、それをね引いていいキャラクターを、なんで生徒会長ルシファーとかかっこいいなとね思ってますんで、ぜひね手に入れられたらなと。ヘラルズ先輩はもう倒してゲットしたんで、いいキャラクター、特待生イシスちゃんとかねいますから。でミニシリーズもあるみたいですからね、そこら辺ちょっと狙っていけたらなという感じで思います。今から魔法石集め頑張りたいと思います。それではお疲れ様でした。